どうもー、最高最高でーす。いや、悲しいわ。もうちょうどいい。うわ。はい、ということで、今回の企画、笑ってはいけない、ドラマ、したいと思いまーす。今日なんですけど、上下関係の感じで、ドラマを、もう完璧に作り上げたいなと思って。俺らにはまあ演技定評あるじゃないですか。あるかないと思うけど。そうです、ごめんなさい、ちょっといただいていいですか。ごめんなさい。だからそれをまあまあ見せれたら、すごい面白いの見せれんちゃうかなと思って、うん、こんないつも面白い人らでやってんのに演技できんのかいみたいな、うん、オールマイティじゃねえかと、うん、こっちもいけんのかい。そう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 、なんかそこを見せたいなと思って。なるほどね。だから誰かがまあしたいドラマ、青春ドラマでもいいし、なんか恋愛系でもいいし、なんかそういうの言ってもらったら、もうそこに俺らが即興でどんどん乗っていく形でやっていく。なるほどな。もう決めてもいいしね、役を。はいはいはい。どっちでもいいけど。まあ俺のイメージは、うん、空港で好きな女の子が行っちゃうみたいな、をやってみたいな。うん、ちょっとやってみたいな、うん、なるほど。じゃあ挨拶だけ、せーの、笑わない角にも服着たね。じゃあそれやっていきましょうか、一回。ああ、いいですか。どう訳したいん。うん、そう、女やな。行く子、行く子、引き止められたいってことか。うん、なるほど、なるほどね。パイロットというかさ、うん、もう急いでくださいみたいな。はいはいはい、なんかあるかもしれない。CA さんか、うん、うん、で、友達にしようか。で、俺彼氏で。友達、誰の友達。俺の。 OK、 じゃあ名前だけ。あ、お前、俺順で行くわ。味噌カツで。味噌カツでいい。うん、女の子。女、女、うん、ピーナスバターで。俺じゃあ順でいくわ。うん、で CA さんね。うん、じゃあこうしようか、こう、こういくから。あ、OK。 はい、まもなく登場です。おい、順。はい。行っちまうぞ、やばいな、もっと急げ。どこだ、めっちゃん。あ、めっちゃだ、めっちゃん、行ってこい。めっちゃん、行かないでくれ。俺やっぱみっちゃんがいるとダメなんだ。何その呼び方。カツ、味噌カツよ。味噌カツ。何、行かないでくれ。俺お前とこれからもここで一緒に過ごしたいんだよ。味噌カツ。ケン、ジュン、ジュン。でももう仕方がないの。どうしよう、行っちゃうよ。あいつ止めろよ。バター、ピーナッツバター、どうしよう。止めろよ、味噌カツ。そんなんでいいのかよ。味噌カツ、俺もう俺仕事辞めるから、ちゃんとした職に就くよ。もう遅いわよ、味噌カツ。ちょっと待ってな、ドラマ見たことないから展開が分からへん。確かに、これってどうなる。行くパターンと行かないパターンかな、うん、両パターンある、あると思う。うん、まあどっちがいい。うわ、どっちでもいい。もうお前の中でドラマ描け。それは、あ、なるほどな。ストーリーをもうカスドラマやったな。だから見えひんわ俺。ドラマこんなもんじゃないで。うせやん、うん、味噌カツの時点でもうカスドラマ決定してたよ。やっぱ名前はな、名前が、名前重要やけどな、やっぱりこう、嘘、帰ってこいよ味噌カツって。うん、味噌カツに言うてんのかなってなるし、俺も。確かに。なるほどな。うん。今のはむずいパターンやったかもしれんしな。あ、うん、そうなんや。王道なやつをやろう。王道どこで言ったら、それこそ俺らが一回やった、殉職シーンとかじゃん。あー、なるほどね。うん。だから殉職、殺される上の立場の人やんな、うん、あれ。が、亀田四郎好き。うん。そこで後輩まで行くか。で、俺が、後輩。うん。まあ、だから主人公かな。せはい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 。で、こっちに入ります、うん、俺どうしようかな。そのまま向こうのカメラ駆けつけてもいい。入職してる時にこう後ろから、うんうんうん、じゃあ頼む。じゃあそれで行こうか、うん、アクション。アニー、お前は完全に包囲されている。うるせえ、銃を置け。黙れ、お前らのやっていいことは分かっている。銃を置いたって撃つんだろう、どうせ。今おとなしく出たらケーキはそんなに重くない。早くしろ。
本当なんだろうな。ああ、オッケー、早く。また新しい人生をやり直せ。そうだ、オッケー。そうだ、ゆっくり。オッケー。僕らも騙されるぞ。うわあ、いや、先輩、先輩。うわあ、先輩、あとは頼んだぞ。俺ね、家族がいるけどよ。救急車を、まだ助かります。いや、もう無理だ先輩。俺が死ぬ時ぐらい分かってんだよ。あとは頼んだぞ。最高。お、どうした？何があった？先輩。え？先輩。あとは。ちょっと。いや、よかったな。1回目死んでなかったな、あれ。慕ってる後輩が来たから、うん、息吹き返したんや。あ、なるほどな、うん、ドラマチック。うん。探偵ドラマかな。おー、みたいな。なるほど。あ、割と有名かな。うんうん、うん、推理的な。うん、3人容疑者で行こうか。 OK、うん、密室で、うん、死体で俺らが容疑をかけられてる。はいはいはい。豪華客船にしようか。なるほど。第一発見者だけ決めよう。キャーって言ってたら、キャー、誰かー。なんだ、どうした。皆さん動かないでください。松さんが死んでる。なんでだ。包丁で心臓を一突きにされている。脈はもうありません。バレちまったら仕方がない。早いな。君が犯人なのか。そうだ。まだ何も言ってない。バレてなかったぞ、今なら。すいません。もったいない。すいません。なんで言っちゃうの。すっごいさっきから心臓バクバクしてて。シャーの時点でもう。耳とかキーンって鳴り始めてたんで、すいません。全然聞こえなかったっす。探偵さん、誰ですか、犯人は。お前だ。あなたたち二人はカップルですよね。そうです。はい。どこに証拠があるってんだよ。あなたをかばって今嘘の供述をしましたね。いや、私がやりました。包丁に僕の指紋べったりくっついてます。あなたが寝ている間にあなたが包丁を握らせた。僕昨日が寝てません。探偵さん、こっちです。みんな俺って言ってました。犯人はお前だ。俺だ。お前だったのか。俺だよ、俺。なぜ殺した。そいつには何の用もなかったけどよ。パタ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 。探偵さん、探偵さん、死んじゃえだよ。誰か来て。もう遅い。残しく誰か救急車呼んで。もう間に合わない。ここの海の上だ。死んじゃうの。最後は探偵さん。はい、カット。あれで新しいね。新しい、うん、鳥かな。え、何、バッドマンみたいなの。怪盗バットマンみたいなの。みたいなの。じゃあゾンビ映画かな。なるほど。じゃあゾンビ映画の中で最愛の人が噛まれてしまったゾンビに、うん、あのゾンビ化していくまでにどうすんのかっていう特効薬的なものを
探すみたいなストーリーかな。じゃあ俺ゾンビ役やるわ。じゃあ俺ゾンビ役やるわ。俺主人公言ってるの。ユタボンか。人間からゾンビ。うん。ユタボンの最愛の人だから。お父さんかな。あ、そうやな。お父さんじゃあ撮影するよ。いや、お前ちょっと考えたらどうだ。誰も見てねえぞ。いや、見てるかもしれへんで。そうか。お前やってみな、分からへんやん。そこまで言うやったらしゃあないな。お父さん、お父さん後ろから。ユタボン、お父さん後ろからこっち来て早く。逃げろ。お父さん、ここは俺に任せろ。お父さん逃げろ。ユタボン、ビリ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 。もうゾンビだった。あああああああ、これはバズるね。お父さん、ユタ、ユタ逃げろ。ユタ、ゾンビじゃないのかな。少年革命家ユタボンでした。俺はお父さん、どっちがユタボンでした。ケタ、行けよお前、行け、行けよユタ。本当は学校行きたかったよ。お前のせいだ。お前のせいで俺の人生めちゃくちゃじゃないか。ユタ、よく聞け。なんだよ。学校には行くな。絶対に行くな。学校に来てよ俺。行くな。友達いっぱい作りてよ。ゾンビより下や、あんなとこは。父さん、行くな。ユタ、お母さん力を貸してくれ。行くな、お前は。お父さん、すまない。俺は学校に行くよ。ユタ。行くな。シュン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 。なんだあのやつは。なんだ一瞬通ったあの早いやつは。綺麗なドラマやん。挟んどこか、見せといた方がいいかな。絶対もうみんな舐めてるやん今。うん、したい映画あんねんけど、え、高3とかで、うん、3人組で、うん、学校でも行けてないやつら、うん、童貞丸だし、うん、のやつらが3ピースバンドを組むねん。で高3の夏になんかでっかいイベントがあって、うん、そこのために頑張っていろんな苦難を乗り越えて行くっていう。なるほど、はいはいはい、文化祭的な。いや、もっとでかい、もうなんかアマチュアのみたいな。もう外でやってるやつや。そう、はいはいはい、はい、でもその先生とかも応援しに来てくれて、そこでうわ、ええやん、うん、いい。俺だから、あのめっちゃ反対する先生するわ。お前が、お前らもちゃんと大学に行くために勉強しろっていう。なるほど、おるよな、そういうやつは。めちゃめちゃ、うん、そっちでええの。そっちでいい、そっちでいい。気持ちはなりたくないや。でも見てみたい。あー、これじゃベース行くわ。それドラムやな、俺が。俺がボーカル、うん、ケンギターやな。夢はもう見ないのかい。はい、明日何してんの、怖いのかい。おやら、はい、何ですか。また勉強もせずにこんなことしやがって。いいじゃないですか。やめてください、やめてください。先生、あ、お前らみたいなやつを。俺たちが何したって言うんですか。すごいんだよ。やりすぎでしょ。しょうもない。やりすぎでしょ。お前ら生きてて恥ずかしくねえのか。あ、キモ。え、キモ。イケてると思ってんの。歌って、歌ってみて。せーの、せーの、夢はもう、キモー。キモ。はちょっと待って。こんなんなんか嫌な先生の。嫌な先生、嫌な先生。そうね、嫌な先生。ごめんごめんごめん、じゃあ止めて。でも最後はちゃんとそのコンサート見に来て、うん、え、もうギター壊されちゃったんですけど。何かすんだよ俺。あ、でもめっちゃ金持ちやから。あ、家に何本もあるね。あ、なるほど。勉強せ、勉強。わかったな先生。何ね。僕ら、うん、サマーフェスティバルに出ようと思うんです。やめとけってよお前。じゃ、ええけどこの高校やめてからにしてよ。そのなんか制服とかめっちゃ恥ずいわ。なんかここの高校の看板に沿っていくの。制服着なかったらいいんですか。いや、もう名前も出さんといて。あ、顔マスクしといて。
どうしても楽器持ってくんな、明日から。わかった？気持ち悪い。はい、行きせよ。バーン。タケル、楽器あるか？まだまだ家にはある。それは問題ない。だが別に出れないぞ。マスクして出んのかよ。いや、堂々と出よう。あいつ何言ってくるか分かんないぜ。めちゃくちゃだぜ。俺は音楽で人を変えたいと思ってる。うん、俺たちなら絶対できる。あいつも変わるってか？もちろん。どうだかな。いや、俺はちょっともうやめようかな。タケル、やめるな。わかった。絶対やめるな。俺やめねえ。今日はもうこの辺にして、うん、明日から練習しよう。おう、そうだな。放課後、うん、河川敷で。よ、この辺にしよう。思い出がっけー。おい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 、魚釣ろうかなと思ったら肝釣ってもうだな。お前、肝が3つ揃って、お前肝肝肝やんけ。お前何してんねん、こら。こんなとこでやったらあかんやろ。迷惑やろボケ。まだやってんかい。それ鉛筆持てや、ギターボタンと。そんな言わなくたっていいじゃないですか。あ、やめて。下げろ下げろ。あ、お前何本持ってんねん。先生、クソ、ちっこてがいたけど、クソが。タケル行こう。タケルー、タケルー。どうする？タケルの家って防音室あったっけ？ある。そこだ、そこだ、そこだ、そこに行こう。よし。うわ、タケルんちでっか。でかすぎやろ。お邪魔しまーす。元からここ使っとけばよかったな。本当だよな。いやー、ここならさすがにやつも来ねえだろう。うん、タケル、なんか飲み物かなんかある？あ、あるよ、持ってくるね。うん、ありがとう。ウーバーイーツでーす。あ、ありがとうございます。失礼しまーす。おぉ、先生、おぉ、お前さ、お前のかな、お前。どうして？ここやったら何の音も聞こえへんな、お前。先生、だけ今までよくもやってくれたな、おい。命だけは、はい、僕の家です、ここは。はい、出てってください。はい、モノマネしろ。マツコデラックスとものまねしろ。早く。3、2、1。それって理不尽じゃない？撃てー！早く撃てー！お前らの熱を伝った。明日のフェスティバル、楽しみにしてるね。明日絶対かまっそう。よし、もうやるしかない。ああ、ここがあいつとかが言ってたフェスか。ああ、こんなフェス潰しまうぜ。あいつらの邪魔だけはすんなよ。次だ。はい。あ、次本番。先生、次本番だな。はい、もう2分後には出番だな。はい、出てもいいんですよね。なんでね、すぐに戻すぞ。なんで、それ一方だけなんですよ。ないんですよ、これ机。え、これは俺がずっと使ってたやベースだ。うん、10万するぞ先生。壊さなくてもいいのに。できるんだろうな。当たり前です。まずいかかしてくれんなよ。はい、なんとくば。よし、あとやるだけ。よ、行くぞ。おこんにちは。バーン、 F 高校から来ました。バーン、普段冴えない僕たちですが、バーン、等身大の高校生活を一曲歌にしました。バーン、それでは聴いてください。青色の夏。バーン、ダンス、ダン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 。
夢はもう見ないのかい明日が怖いのかい諦めはついたかいバカみたいに空が嫌いだぜああもう泣かないでもう泣かないで負けっぱなしぐらいがちょうどいい命の手が伝わるねいふざけんじゃねえ。最高。穴兄弟でしたけど。あーあーいいなるほど。バカにしすぎ。そんな顔せんできてない。ライブをするとグッズだったりとかも販売できますので、そのやっぱり収益の 10% をご融資いただいた社長の方にお渡ししたいなというふうに思ってます。